生きのいい新鮮なスルメイカ。スルメイカ漁が解禁となり、今朝漁を終えた漁船が函館の港に戻ってきました。期待が膨らむ初水揚げですが、今年はダメだなと思って覚悟していたんだけども、まあ、それでも油材だけだったとさ、厳しいね。20匹もう休みです。商売なんですね。船のいけすを見せてもらうと、取れたスルメイカは数えられる程度。今朝の水揚げ量はおよそ200キロで、去年の6分の1程度にとどまりました。函館から出漁した11隻のイカ釣り漁船のうち3隻は水揚げが全くなかったということです。水揚げされたばかりのスルメイカは早速観光名所函館朝市に。イカ釣り体験ができ、釣ったイカをその場でさばいて刺身にしてもらえます。透き通った身が新鮮な証。取れたばかりの初物のお味は、おいしい。もともとこのイカ釣り見て、ここに旅行しに来ようって言ってて、で昨日なかったから今日もう一回来ようって話でやってたんで、嬉しかったです、これ本当。よかったね。よかった。観光客に大人気のスルメイカ。しかし年々水揚げ量が落ち込んでいることに、店側も不安を募らせます。イカがないと何もできなくなっちゃうような状態になっちゃうんで、それはちょっと寂しいかなと。旅行来てくださった意味なくなっちゃうのかなと思うんで、そこはなんとかつなげてね、つないで、取れてほしいですよね。初競りではご祝儀相場もあって、去年の2倍以上の1キロ8000円で取引されました。函館はやっぱりみんなイカ、新鮮なイカを食べに観光客が集まるところなので、やはりこのイカの水揚げに期待はしてます、みんな。だからこの後の数量、水揚げ数量のやっぱり増えることを期待するしかない。函館観光で人気の味覚スルメイカ、年々不漁が深刻化していますが、今年はさらに厳しい船出となりました。